H&KP7 は、ドイツの重機メーカーである H&K 社が開発し、2007年まで製造していた自動拳銃である。P7 は、H、H&K 社特有の独自構造を持ち、1976年に、西ドイツ警察の正式拳銃 PS、PSP トライアルに提出され、ワルサー P5、シグザウエル P6 と共に P7 として採用された。初期には、 PSP の名称だったが、トライアルの際に警察側が付けた P7 が商品名として使われている。高速度撮影された P7 発射時のスライド交代量の水位 P7 のガス、遅延式ブローバック概念図 P7 は第二次世界大戦末期にドイツで製造された国民突撃銃のガス遅延式ブローバック方式を応用したガスシステムを採用している。 P7 より数年前に開発されたステアーギガバイトでは国民突撃銃と類似した設計のガスシステムを採用していたが P7 はガスシステムを小型にして銃自体の小型化に成功している P7 の重心下部に重心とは別に設置されたシリンダーがあり遊程全部に取り付けられたピストンがこのシリンダーに緩合する構造となっている弾薬の発火直後 発射ガスの一部が薬室直近に開けられたガス導入口を通じてシリンダーへ流れ込み弾丸が重工を離れ重工内の圧力が低下するまでの間、有定の交代速度はガス圧によって抑えられる弾丸が重工を離れ燃焼ガスの圧力が下がるとシリンダー内の圧力も下がり有定の交代を遅らせていたピストンへの圧力も弱まるため薬凶と油艇は 自身の完成により交代する。ガス遅延式は、重口内に弾丸があり、高圧の間のみスライドの交代速度を低下させ、圧力が低下すると同時に、有定の交代速度の制御がなくなるという構造のため、弾薬の威力の強弱に対応しやすい遅延方式であるとされている。撃発直後に火薬ガスの一部がピストンに流れ込むが、 ガスピストン部も密閉された構造であり H&KVP70 のような空圧の低下による顕著な断速の低下は生じない。発射ガスを利用するピストンは引き金の付け根にあり、初期の P7 では引き金を引く指が火傷を負う場合があり、改良型の P7M8 以降には引き金の付け根に火傷防止のプラスチック製ガードが付いている。P7 の最も特徴的な機能として、 スクイーズコッカーという機能が挙げられる。これは、グリップを握ると激震が激発位置まで後退し、射撃が可能となり、グリップを緩め、スクイーズコッカーを離せば安全状態になる機構で、射撃の開始と安全性を両立させた機能である。スクイーズコッカーは、握り込む際には力を入れる必要があるが、射撃中の保持には、最初の操作ほどの力は必要としない設計となっている。 ダブルアクションの自動拳銃では、通常、撃鉄を落とした状態で携行し、緊急時などに、発砲の際には撃鉄を指で起こさず、重い引き金を長い距離を引き射撃するため、初段の命中率が低下する問題がある。逆に、シングルアクション自動拳銃では、通常、撃鉄を起こし安全装置をかけた状態で携行し、初段発砲時も軽い引き金を操作することができるが、 激鉄を起こしたままの傾向には安全性の問題が生じる。これに対して、スクイズコッカーは、傾向時はダブルアクションと同等の安全性を確保し、初段発砲時にはシングルアクションの軽い引き金で操作できる利点を有する。また、スクイズコッカーは、スライドストップを解除する役割も担っており、最終段を発射後に弾倉を交換し、スクイズコッカーを握り込めば、 スライドは解放され、初段が薬室へと送られる。しかし、他の銃との操作性が大きく異なり操作の習熟に、時間を要し、グリップの大型化を招くなどの欠点もあり、P7 以外での採用例はない。一般的なエンフィールド式ライフリングと、ポリゴナルライフリング P7 から発射された 9mm パラダンの空薬鏡、先端部から中央にかけて、フルートの跡が残っている。 ありがとうございます。